ホームゲームでこんなに多くのファンの方々に来ていただいて本当に力になりましたし、ストレート勝利できて本当に嬉しいです。はい、ありがとうございます。途中特に第1セットですね、非常に苦しい時間帯が多かったと思うんですが、大事な場面で石井さんがいいところで決めましたね。あのあたりはどういう気持ちでプレーされていたんでしょうか。今日の試合までの練習でもチームとしてはあまり状態は良くなくて、個人としても全然調子が上がりきっていなかった中でもしっかり自分の役割を最低限果たすことだけ考えて、そしてチームをやっぱりこう苦しい場面でもバラバラにならないようにしないといけないというところで、相手車体さんにこう押される場面もありましたけど、でもチーム固まってストレートで勝てたことが一つ良かったと思います。はい、若い選手も随分出てきましたけれども、石井さんご自身のチームの中での役割というのはどういうふうに考えていらっしゃいますか。やっぱり自分は今季で12年目ですし、全日本の方でも経験させてもらっているので、そういう意味では、プレーでもっと見せないといけないですし、チームを鼓舞しないといけない存在ではあると思うので、本当に課題は多いんですけど、自分もチームと一緒に成長していきたいなと思っています。リーグ戦も終盤になってきました。上位争い、今4位というところですけれども、残り試合に向けて抱負をお願いいたします。これから厳しい戦いがまだまだ続いて、特に3月はスケジュールもタイトでハードワークしていかないといけないんですけど、そういう時こそチームさらに固まって、まずは明日の NEC戦に向けて、はいはい、勝利をしてこの福岡大会2連勝で終えたいと思います。はい、素晴らしいプレー期待しています。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。やっぱ車体さんに1セット目はリードされる展開で、チームとしてはすごく苦しい状態だったんですけど、途中で入ってきたメンバーたちがやっぱ流れを変えてくれて、私も一度ベンチに下がった時に気持ちを切り替えて、やっぱりこう点数的にも追いついてきてくれたので、ここでもう一度入った時にしっかりともう一度チームに熱を与えて勢い出していこうっていう風に気持ちを切り替えることができたので、やっぱりすごく途中から入ってくれたメンバーに助けられたかなと思います。なるほど、はい。ベテランの石井選手もいますけれども、若いメンバーが随分増えてきましたが、トスを上げる上で一番心がけていらっしゃることってどういうことでしょうか。やっぱりみんな久光の選手は攻撃力があるので、やっぱりそのスパイカーたちに気持ちよく思い切り打てるようにっていうのはいつも心がけてあげています。はい、リーグ戦がいよいよ大詰めが近づいてきましたけれども、もう負けられない多分毎日だと思いますけども、今後に向けてはいかがですか。やっぱチームとしてもそういう話は出てて、やっぱりこれから先負けられない試合が続くから、やっぱり一戦一戦先を見るんじゃなくて、目の前の試合を全力でチームで戦っていきたいと思います。そうですか、はい。それでは今日多くの福岡で応援してくれたファンの皆さん、そして、テレビをご覧のファンの皆さん、声援を送ってくれたと思います。ではファンの皆さんに、ではチームを代表して一言お願いいたします。本日はたくさんの応援ありがとうございました。画面越しで応援してくださった方もありがとうございました。明日もこのホームゲームで勝てるように、皆さんの力をエネルギーに変えて頑張りたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。セッターの栄恵梨香選手でした。以上でインタビュー